お疲れ様です。7月5日金曜日朝6時の相場解説になります。一旦上昇が頭打ちになりまして、横ばい気味になってますね。まあ横ばいなんですけども、横ばいからちょっと下落に向かってるところがあるんで、今日はそこを解説していきたいと思いますが、今日のね、夜21時30分から米国雇用調整そのほか、材料がバシバシと打ち込まれますんで、これによってね、またね、マーケットが来週から大きく変わると思います。もしかしかたら 今晩中に162円というものをね、見るかもしれませんし、逆にですよ、一旦抑えられて160円台に戻っていくかもしれません。今ご覧いただいているところ、ずっとね、この冷やしだけ見ても上昇トレンド一本やるでしょう、これ。だからずっと基本的には倍で取っていけてるんですよ。そうですね、私がね、意識するところ、124円あたりからずっと倍一辺倒で、えー、資産を積み上げてるなと、私からも見えますし、まあそういう風な放送をしてます。 とにかくね、倍を行きなさいっていうことを99%ぐらいお話していて、セルのタイミングもあるし、それはもう何て言うんですかね、レンジに入った時にセルで取ることはあるよぐらいのもんなんですよ。で、大枠はずっと倍でしょそれこそロシアがウクライナ侵攻した時からずっと倍で利益を取っていくようにお話してると思います。ですのでこれからも迷ったら倍でいいわけですよ。ただし、その上昇トレンドの中でも、 こういったところが起きますよっていうことなんで、まあこれはトリガーで稼いでセルで取っているところですけどもね、こういうところとかね、あるわけですよ。うん、だから下落トレンド、特に中長期的な下落トレンドに入ることは一度もなかったわけですから、短期的な短期はあってもね。うん、だからそれを起点に考えていただくと、ここも170円に向かう上での一旦の行き過ぎなんだなと思えばよろしいかと思います。 はい、もちろんね、変化ってのはいつも起きますんで、ずっと上昇トレンドとは思えないんですけどもね。はい、そして4時間なんですけども、ご覧のように、一旦作ったこのレンジを終わって、今、下の方に行ってるわけですよ。で、この下の方に行ってるのが回復して、またね、レンジに戻ろうとしてるっていうところで、前回、エフェクリアル日の深夜3時、4時の放送はしたんですけども、まさに戻ってきてるかなっていうこところです。まだ完全に戻ってないんですけどもね。で、今日のトレードなんですけども、難易度は金曜日ですから、一番ね、今週の中でも難しいと思いますよ。星4つぐらいに。 えただ、こちらに戻ってくるようなら、まあ、勝負はできるかなと思います。レンジの方に入ってくるようでしたね。また、レンジオプションで、倍で取っていければ、今日はそれ一本で、えー、理ができると思いますんで、昨日のツテを踏まないように、半分くらいに来たら、決済して、半値でまた追撃するみたいな形取った方がいいと思いますけどもね。まあ、お話するのはそんなところでございます。今日もよろしくお願いします。